女優の米倉涼子さんが2日テレビ朝日で開かれた連続ドラマリーガル V から元弁護士高梨翔子制作会見に現れた。個性のある女優の米倉涼子のドラマはドクター X での好評でしたが、今回はレスリング選手吉田沙保里さんがゲスト出演の記者会見でした。その時に米倉涼子さんが吉田沙保里さんに抱かれめちゃくちゃ軽かったと語り、米倉涼子さんは女性から抱かれるとは思わなかったと語っています。このドラマは法律事務所の管理人、自由奔放な言動で周囲を翻弄する元弁護士、かつて大手法律事務所に所属していたが、ある理由で弁護士資格を剥奪された、暴力団とつるんで恐喝していたらしいなど黒い噂もあるが、真相は謎に包まれている。高梨翔子が元弁護士で知識を生かして切り込んでいく筋で、弁護士の資格を剥奪された高梨翔子は、高梨翔子、米倉涼子がペーパー弁護士の大学教授やパラリーガルをスカウトし、弁護士事務所を開かせて彼らに弁護活動せて、不利な訴訟でも勝利に手にする法廷闘争でもぎ取る手段を講じる、いわゆる V イクトリー、勝利する、することです。自分は弁護士資格がないことを理由に何もしない、その反面法律の知識を利用してズルをする人間や法律に甘えようとする人間を許さないという禁止もあり、本当に困っている依頼人を見分ける目を持つ鋭い感覚を持っている高梨翔子である。この作品に出演するにあたって米倉涼子さんは自ら新たな挑戦を願い出て実現した新ドラマで、久しぶりにスタートの時点から新しいドラマを作る体験をさせていただいて、こんなに緊張するものかと感じていると胸中を明かした。会見には出演者の米倉さん、勝村さんのほか、向井武蔵さん、七尾さん、林健人さん、荒川亮さん、足立由美さん、三浦翔英さん、内藤理沙さん、宮本真由さん、小向文世さん、高橋英樹さんも出席。ゲストとして女子レスリングの吉田沙保里選手も登場し、会場を盛り上げていた。